お疲れ様です。お疲れです。髪切りました？髪切ってない。切りましたよね。染めましたよね。染めてないです。染めましたよね。これに関してはすげえ嘘。翔平さん、翔平さん。この中に載ってる野球道具を見せてもらえないでしょうか。なんでお前見せなきゃいけないの。なんでいいじゃないですか。結構載ってるから、車の中に。載ってるよ、そりゃ。何何見せてもらいたいなと思って。見てくださいよ、何何から見たいの。まずフィールドフォースのバッグの中身を見せてもらいたい。ごめんなさいな、もう。ごめんなさい。フィールドフォースのバッグなんか特にないよ、別に。どんな道具が入ってるかなって。特に別に大したもんないけど、まあ、試合で使うヘルメットとバッテとエルボーとリストガード。リストガードこれはもう常に入ってるね。最近てかなんかもうバッティングするときに滑り止めこれしないとねダメになってきた。だって一回飛ばしてるもんね。そう、一回盛大に飛ばしてるんでないとダメだなと思ってもう常に持ってます。では結構前に紹介したこの軟式ボールの初代ボールを常にカバンには入れてます。何があってもいいように。多分使うことそんなにないと思うんだけど。あとヒルダスかな。じゃあアスリートタイプの。そう、アスリートタイプの方これもうマスターしちゃったんでいい感じです。お、それで肩の調子が良くなったっていう。そう、これやんないと投げれないっていうリアルガチな感じです。これ買った方がいいですよ、本当投げる人は。肩痛の人もいい、これ。まあ、負担にならないからね、軽いから。そう、これがね、ゼビオのメーカーかな。オリジナルブランドで、オリジナルブランドだけど、中身は GS。 GS 入ってるんですかね、はい。 GS なかったんですよ、袋。確かにないですね。なかったんで、あのしょうがなく入れました、ここに。これがなんか鉄板というか、もう常に入ってるやつで、だポジションとか、まあ試合のポジションによって変わりますけど、まあ、キャッチボール用とかなんかあってもいいように、野手って言われたらできるように、これをちょっとこれ磨いてもらわなきゃいけないな。この前またですか。バカなんだよ、マジで。もう本当にやってるわ。早いですねっていうのが一つと、ヒロトに長いやら貸してた源田。はい、源田、初代源田、初代源田。もう一応車には入ってます。あとあのボール、ショーヘイズとか、あの、はい、ボールが、ボールケースっていうんですか、があって、これ、モンタナのバッグなんです、実は。あ、本当だ。これ、ボールがいっぱい入ってるって感じ。2代目 ?3 代目 ?2 代目っすね。2代目。結構、ブチってやったね。ビリビリビリってやって、ね、まあ、2代目のボールが。ショーヘイズの時は、こっからもうみんなボールもら持ってって、キャッチボールしていくみたいな感じで。これかな、何度も紹介します。オープンワールドさんのファーストミット。これは、試合でほぼ使ってるんですけど、ちょっと使いすぎて、ちょっとね、紐がね、ちょっとこう剥がれてきちゃったかな。違う、磨けばいいんだって。これ磨いてくれる人がいないもんで、両兵とかヒトとか磨いてくれればありがたいんですけど。タリキョンがこういうとこはやってもらわないとっていう感じで、はい、ソフトボール入れてるんですね。そうですね、一応ソフトボールピカチュアくなんないやってます。で、これはね、ほぼ試合の時使うんで確実に持ってく、うん、絶対持ってく、道具絶対持ってく、守るとこねえし。で、これがボーイ君があの色を復活してくれた時のあの GS。 ボーイチャンネル見てほしいですね。でもまだね、硬いよ。ちょっと持ってみて。硬いよ。ああ、硬い。硬いよね。親指が特に硬いかも。そう。しかも手奥入んでし。相変わらず手入んない。俺でも入らない。だよね。でも、縦型でいいブロックやっぱり。そうそうそう。縦型でいいっすよ。まあ、使ってればね、革だから。手入んねえ、入んねえって同意くんは、馴染んでくるんだよ。言い過ぎだよ。馴染んでくるんだよ。間違いではないけど。いつ馴染むんだろう。待ってるんですけどね。まだ成長途中のグローブ。そうですね。モンスターボールが。ドラゴンボール。モンスターボール違う。構えんのかよ、これ。ドラゴンボールもありますよ。これ入れてます、常に。これはね、どうだろうな。投げるときは入れるけど、投げないときは置いてきたな。で、これが今日の服とか、着替え。ウェアとか着替えとか入ってます。で、その、まあ、三脚が2つ。でも下にも貼ってんだよな。で、これがスピードガンか。あんま使ってないけど、うん、スピードガン。企画で使えるかなってことで、スピードガンを持ってます、常に。企画でできれば。お前、ショーフェイズ、紅白戦の時のね、スピードガン対決。うん、これちょっと秘密なんだけど、まだ動画出せないですね。動画出せない秘密 の, あのグローブがあるんですけど、ちょっと後日ね。後日、まあ、こう置きたいというか、今月かな。今月ですね、6月。今月の後、今月だ。今月の真ん中ぐらいかなに撮影をするんですけど、撮っとくっていう感じのものです。まあこんな以上ですね。ジェラルミンケースがあるじゃないですか。ジェラルミンケースがあるじゃないですか、そこに。俺もそれすげえ気になった。じゃ気になるんですけど、あ、そこ、すぐそこ。あ、これそれっす。これなんかある、なんかこれ、触れるとこある。どうしたんすか、これ。いや、触れるとこあるな。どうしたんすか、中身は。ワンピースに出てきそうだね。ワンピースのとこから以上です。え、待って、ジェラルミンケースの中身を。あ、そうそうそう、これジェラルミンケースね、これね。これあの、ディオさんからいただいたんだけど、ジェラルミンケースですよ、これね。ディオさんから、ほら、ディオって書いてある。ディオ今気づきました。今気づいたんすか。今ディオさんのやつなんですけど、まあ、この中に、とある機械が入ってます。機械なんすか。そう、それがこちら、バン。機械じゃなかった。いや、グローブやないか。グローブっすね。グローブ入ってます、このガラガラの。この間紹介した。そう、もう柄
しかない、マジで、うん、ほんと柄やばいっすよね、ガラガラガラっていう、見ないっすかね、トンネルズのあのガラガラヘビがやってるあの世代じゃないっすよ、自分俺もそうだよ、俺も違えよ、なんで知ってるっすか、ね、で、これが低価格ミット、はい、6000円で購入できるティオさんのミット、これめちゃめちゃいい、めちゃくちゃいい、これ自分で買ったん絶対使わなくなったからな本当に見ない、こればっか使う、そう、気づいたらこればっか、いや変わってきてるし、なんか悲しいっす、悲しいっす、まあ、っていうので、まあこれ どかせば3つ入るんかな、確か、うん、3つ入るとは言ってた、あと1個も入れられる感じ、ピッチャー用とか内野用とか、まあでもあのどうせならディオでこう固めたいんで、確かに、それでロンティー買ったんでね、グローブ1個1個届いたらもうここに入れようかな、はいはいはい、グローブ待ちですはい、そんな感じかな、ですかね、下はあるんだけど、でまず明日かな、これが、まあ、まあ明日これ曜日のなんかなんですけど、まあ三脚がもう一個サブであったり、ティオさんのバットがあったり、折りたたみ椅子があったり、まあこれめっちゃスパイクなんですけど、ナイキの俺が大好きなお兄さんのあの道地さんっていうね方からサンプルでいただいたんですけど、デザインのね、ナイキのもう今多分できないでしょ、オーダー、うん、できない、ナイキバイユー、あの松本くんっていうあの結構前に出てくれてた抹茶もオーダーしたりして、その影響で買ったんだけど、でこれショーヘイズで使うサブヘルメット、この絆ゴールデン派手やな、やっぱ負担張ってます、で、これが、まあ、プレゼント企画、お前勝手にやりやがったな、2ヶ月後サブちゃんだっけ、サブちゃん1000人行ったら、あ、いつも動画の最初に出てんだけど、これでしょ、そうです、困ったな、そうね、サブちゃんでいい、俺も何も言えない、勝手にやってるからエナメリスのオールスターモデルですかね、今年もありますから、オールスターモデル、次は君に買ってもらおうかなあ、で、これがね、ちょっとあれよ、何ですか、それこれ、ちょっと今日、ローメダマで俺のなんですよ、実はうわっ、うわビヨンドマックスの多分後のやつかな、はい、キングで、キング2、ビヨンドマックス、ビヨンドマックス2とか、あら、こんにちは、こんにちは、今動画撮って、映ります、映ります、もうすぐやる、もうすぐやる、もうすぐやる、もう出ちゃう、あ、そうなの、またね、タマンジインフィニティ行くわ、ビヨンドマックス、キング、これは本当に草野球始めた本当10年以上前、多分そうだと思う、かな、11年ぐらい前に買ったやつなんですよ、バットなくて、チームバット借りたけど、チームバットがこうやっぱ古いっていうのもあったし、なんか使ってて申し訳なくて自分で買ったんですよ、どうだっけな、カムイで買ったの、あ、はい、昔なんかこの紫のなかったんだよな、こういうバットサテフィいなくて、うん、貴重だなと思って、ずっと会社の人に貸してたんですよ、で、最近返してもらいました、ね、最近なんですね、あ、でも貸してたわ、宿泊してから貸してなんです、だからグリップ も昔のままなんですよ、でも、すごいな、見てカメラだと思うかもしれない、マーク、このマークだっけ、今いや、ないと思います、ランバードでしょ、ほら、M から始まってるやつ、ミツノって書いてあるやつ、ね、初期のやつ、ほんとに、でもこっちはランバード、そう、これやばいっしょ、珍しいな、売ってないっすかね、ネズコっすよ、これネズコのあの、ネズコっぽいピンクの柄のやつですか、もう10年以上前からネズコのあれは、ちょっとあったじゃ、ミズノが先祖みたいな、嬉しいよ、こんなところですかね、そんなもんすかね、あとまあ、車車内撮影道具だったり、まあ、靴とかだったりですかね、そう、ワッペのバッグは基本的にカメラとサングラスとなんか入ってるぐらいで、まあ、広いぐらい座れるように、まあ、広いですかね、で靴も通常用と野球用となんか室内用でこう3つあります、特に変わったものはございません、スパイファミリーの人形が、そう、スパイファミリー、アーニャね、アーニャ可愛いんだ、トヨさんありがとうございました、いい素敵な本当に車なんで、自分もいつか買えたらなと思います、映画のとこ行け、映画のとこ行けすぐかすぐなんすか、今日かい、今日すか、今日かい、マジすか、ヒロさん車を買うやばいよ、まだ社会人になって2ヶ月しか経ってないっす、いけるよ、ローンもいいんじゃない、ローン降りますかね、うるせえ、早くしろ、はい、というわけで、はい、今回の動画は以上となります、はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします、お願いします、それではありがとうございました、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、それではありがとうございます。ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります、チェックよろしく、チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます、2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします、チャンネル登録は必須でお願いします。